15日に行われた EU 首脳会議ではロシアによるウクライナへの軍事侵攻への対応や安全保障、エネルギー問題などが議論されました合意文書によりますと EU は改めてウクライナへの支持を再確認し軍事支援の分野では特に防空能力や地雷除去において支援することで合意しました。また、たウクラライイナ国民やエネルギー関連インフラを狙った ロシアのミサイル攻撃を犯罪だと非難。厳しい冬を乗り切れるよう緊急的な支援を強化するとともに長期的な復旧・再建のため2023年には180億ユーロおよそ2兆6000億円の財政支援をすることを決めました。ニュース